ね、早くない？メリークリスマス。こんばんは。聞いたよ。あ、ありがとうございます。さっきはラジオだったので12周年終わって配信してなかった？してたっけ？どっちだったっけ？忘れました。ここ最近もうバタ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 してて、そう、いいねちょうだいに出演させてもらって1年ぶりだったんですよね。去年の11年ぶり11年じゃない去年の11月ぶりだったので、そう、改めて12周年皆さんありがとうございました。無事に2日間終えることができて、少しゆっくりできるのかな。そうですね、でも結構なんか、そうですね、12月ももうすぐ生誕あるし、結構12月もちょっとありがたいことにいろいろと、まあ、今月は毎週その金曜日ですね、金曜日の7時台、番組自体は5時45かなからあるんですけど、その7時台19時台に毎週金曜日、今月はということは、あと4回ですね、今日含めたら5回出演させていただくので、そちらとあとは劇場公演も、目撃者もねあるし、生誕祭も、何日後？5日とか4日後じゃん、やば。もう一回練習しないとちょっとやばいな生誕ティーが間に合いそうにない？本当に今日発送されてないの？なんでもないですけど、発送あれ、発送通知来てないですか？まだ。今日来なかった、あ、そっか、いや多分一応間に合うようにですね、え、間に合うように日程まで決めていただいて、復帰する時も全て決めたんですよ、もう多分。なので間に合うことを皆さんも願っててほしいんですけど、もし間に合わなかった時でも、過去の生誕ティーどれでも大丈夫です、はいどれでも大丈夫、いやそれはさ、やっぱ今年のがいいけどさ私ありがたいことにさ、皆さん、ありがたいことに私のファンの方は今までの生誕 T シャツも結構真面目にゲットしてくださってる方々ばかりだと思うので、はい、今年の、はい、でもできれば今年のできてほしいんですよね。今年ピンクにしたからさ、なんかピンクで本当は統一じゃないけどさ、そのそうピンクにしたかったから、間に合ったらピンクで来てほしいんですけど、間に合えばね、間に合ったらもしもの時は黄色できます。あ、いいねそれ。なんか、まあ、その時決めましょうまた。うん。ピンク。まあ、ピンクでも黄色でも緑でも、緑はないか。ピンクでも黄色でも、ネイビーでも、何色、黄色でも、あとは、もう分かんないぐらい。何がある？水色？いや、もう何があったかもちょっと分かんないぐらいたくさん T シャツを出させてもらったんですけど。まあ、その時はその時で、はい。全然、はい、私の生誕 T シャツがない方でも全然大丈夫なので、はい、そうですね、はい、でも生誕 T が無事に皆さん届いた方は来てきてくださったら嬉しいなと思いますね。なんか今年はちょっと若干変えてみたくて、いつものマイの文字じゃなくなったんですよ。うん、そうなんですよね。またはもまめとかに書けますけど、まあ、間に合うと信じましょう。ここは神頼み、間に合いますように、はい、間に合います、多分間に合う間に合うでもあれってさ、なんか受け取りミスるって言ったら、受け取りが皆さんできない状況だったら間に合わなかったりするのかな。いや間に合いますよきっと、間に合う間に合う、だってあと、うん、あと3日あるもんね、4日、早めに福岡入りしちゃう方はさ、間に合わないよね、そりゃ。
まあその時はその時ですよね。本当にとにかくこうして生誕祭を開催していただけることがとにかくありがたいので、本当にそれにつきますね。うん、本当に間に合う間に合わない関係なく、こうやってグッズをちょっとね、本来の発売より遅くなってしまったんですけど、それでもグッズ作ろうって言ってくださったりとか、生誕やりましょうって言ってくれさったことに本当に感謝の気持ちでいっぱいなので、はい、間に合えばいいなって感じです、私からしたら。そうなんですよ。で別になんかその日だけじゃないし、今後のさ、その生誕祭迎えた後の、例えば12月6とか、何日 16とかあるよね、25と28だっけもあるので、そこのどこかしらで来ていただいたりとか、来年の目撃者でその T シャツ着てくださっても嬉しいですし、そう、でもなんかいろんなさ、やっぱいろいろな劇場公演はやっぱり生誕 T シャツ着てきてくださったら嬉しいんですけど、別になんかいろんなお仕事とかあると思うので、その時は全然皆さんはね、私服っていうんですか、私服っていうのもおかしいけど、別に毎回が生誕 T じゃなくても、うん、T シャツ着てるから覚えてるわけじゃなくて、 T シャツ着てなくても全然もう皆さんのこと覚えちゃってるので、はい、そのうちわとかね、こう持ってくださってて、公演の時はやっぱりうちわがある方がわかるけど、うちはなくても全然、多分全然とか言ったらあれだけど、うちはもちろん私は持ってきてもらいたいなって思うんですけど、例えばそのさ、こう外のイベントとかもしあった時にね、あのライブとかだったらあれですけど、そういうライブじゃないイベントとかもあるじゃないですか、普通のなんか、なんだろうな、うん、なんて言えばいいか分かんないけど、普通のイベント、なんかライブとかじゃなくて、そういう普通のイベントとかがさ、もしあった時にさ、ね、たとえ T シャツ着てなくても、うちは持ってなくても多分わかると思う。はい、残念ながら覚えられちゃってますね、皆さんは。残念でした。嬉しいことなのかな、うん、今日ラジオでもいっぱい喋りましたし、その前にそう、あの久しぶりに会った先輩がいて、そうなんですごいおしゃべりして、ほぼ私の話ばっかり聞いてもらって本当に申し訳なかったんですけど、やっぱりその先輩は本当にいつもお話を聞いてくださる方で、そうだからこそ私が、まあ、お話ししたけど、なんか結構私が喋っちゃって本当ごめんなさいって言いつつも、いや今日はまいちゃんの話を普通に聞きたかったから嬉しいよみたいに言ってくれて、もうそれだけでもはいはい大好きですと思いました。でそれからのそのなんかちょっともう本当1時間半ぐらいちょっとお会いしてからの RKB ラジオさんだったので、結構温まってましたね、もう本当に。だからラジオすごいスムーズに喋れてたでしょ。そう久しぶりだったんだけど、ラジオ自体はもうその延長線みたいな感じで、はいみたいな感じで喋れたから、そういう意味では良かったですね。うん、誰か多分ね分かりますよ、もう私がこんなに、まあ、誰にでも結構喋るんですけど、やっぱりこうその久しぶりのラジオの前にまさかその先輩に会うと思わなかった。うん、もうラジオといえばな先輩ですよ。十分温まって、いやもう温まりすぎてました。なんかそのラジオ行く前にお互い次のさ、私はラジオの予定があって、その先輩も予定があったんですけど、なんか、あ、じゃあラジオ頑張ってねって言われて、あ、バイバイみたいな言ったら、なんかその時に、え、めっちゃまいちゃん顔は、なんかここが普通に、多分普通に暖房であったかかったのもあるんですけど、え、まいちゃんめっちゃなんかほっぺピンクいよみたいな、その時まだメイクしてなくて、その後メイクしたんですけど、え、なんかめっちゃほっぺピンクいよって言われて、え、やばってなった。え、チークいらんかなとか言っとった。うん、明日メールで書きますね、誰と会ったかメールだけに書きます。先輩の名前出すのは全然 NG じゃないですけど、やっぱりちょっとね、そこはちょっとなんか、うん、もったいぶってみました。ヒントは、私が初めて、多分だけど私が初めて2人でラジオをした先輩です。まあ誰か分かるよね、2人でって時点でも分かるよね。
めっちゃ舞ちゃん、え、ほっぺピンクいいよって言われた。そう、やっぱ今ってすごい暖房を効いてるじゃないですか。なんか今の言い方で分かったかも。確かにバレバレですね。ねえ、なんかずっと変わらずこうね、仲良くしてもらえるの本当にありがたいですよね。先輩も同期も後輩も。で、今日そのラジオ終わった後に少しだけクリスマスマーケットにちょっとだけ寄り道しました。そうなの。あとあれも飲みましたよ、スタバの新作。ね、今日から12月ですから。もう目撃者慣れた。いや、3回出てやっとかな。なんか1回目は本当に記憶がなくて、てかもう本当になんかその週がもう本当にやばかったっていうか、そのまあなんていうんですかね、生誕祭でまたお話しするんですけど、そのもともとさ、もなんか復帰の時期を決めるにあたって、なんていうんだろうな、まあその話結構なんか本当にスタッフさんたちと、そう、あの本当にあのホワイトボードに復帰のスケジュールを全部、もう全部日付書いて、ここで、復帰の発表して、ここでなんかコンサートに出演することが発表されて、その12周年のさ、ゼップの福岡 の, あのチケットのさ販売があるじゃないですか。その時に多分私の名前も載せてとか、いろいろも全部スケジュールを立ててたんですよ。そうなの。でその時に、じゃあそのステージの復帰どうするってなった時に、私は私のただの個人的な願望として、その自分の別に願望が、なんだろうな、やっぱグループとしてのスケジュールとかもあるからさ、公演のスケジュールとか、私メンバーの個人個人のスケジュールとかで、やっぱりチーム公演できる人できない日がやっぱりあるじゃないですか。それは揃うとか揃わないとかあるから、そうなった時に、でも多分それと同時にやっぱりさ、新しいシングル、その今回の17枚目のシングルのそのね、ちょうど制作期間も入ってるとか、準備期間とかも入ってくるから、なおさらこうね、ちょっとね、分かんない部分も多かった中で、どうにか、そうで、あれですね、そうなんですよ、私のなんか私の気持ちとしては、もう劇場公演で復帰、最初の復帰したいのは劇場公演だったから、だから目撃者で復帰にさせてもらって、そうなんですけど、その後になんか12周年が11月26、27だから、まあ、そこには復帰、そこには出たいって思ってたんですけど、できればその前に劇場公演で復帰したいっていう気持ちがあって、自分的に、だしその多分12周年のコンサートとか劇場から復帰ってなると、なんて言うんだろうな、こうさ、ゼップのさ、あの羽田とか、あの10月の東京での2会場でのライブは私は出演してなかったんですけど、その後に福岡会場のご案内がちょっとギリギリになったんですけど、あって、でやっぱりそのゼップに出ることはまあ普通に決まって、そうなると私はなんか、私的にはちゃんと私のファンの方にそのゼップに出るっていう告知はちゃんとして出たいなっていうか、わかりますか、なんかそう、なんて言うんだろうな、そのいきなり出てくるっていうよりかは、私個人的にはそのゼップのコンサート出演しますってちゃんとお知らせして、ファンの方が、あ、出るんだって知って、そのゼップのチケットに応募していただきたいって思っていたから、そうだから、いろいろと調整していただきながらそのタイミングになりました、私個人的には。だからさ、だって出るか出ないかわからないのにさ、だってね、こうなんて言うんですかね、わかります、うん、ちゃんと出ますっていう状態
で分かった状態でコンサートに出演したかったし、だって出るって知らないのにさ、なんだろうな、まあ、もしかしたら出ても出なくても多分 HKT のライブに来て行きたいって多分思ってくださってたかもしれないけど、確実に出るってちゃんと告知してから私はコンサートに復活したかったので、そういう意味で劇場公演はちょっと早めに、目撃者予定より早めにはしてもらいました。そうなので、さっきツイッターに載せたんですけど、そのサンミュージックの事務所の方々ともつい本当に数日前に福岡でお会いして、そうでも事務所の方々とかはなんだろう、別にその HKT の12周年あることもしてたけど、なんかそう普通になんか本当に私のいいタイミングでそのね、復帰できたらいいねってずっと言ってくださってて、そう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 なんですよ、まあ、来年でもいいんじゃないみたいな感じで、そうなんかそういう感じで言ってくださってて、多分そう来年、まあ年明けからでもいいんじゃないみたいな感じの意見もいただいていたんですけど、私的にはもうすごい、まあできればね早く復帰したいなっていう気持ちでいっぱいだったから、いろいろな、はい、そうそうなのよ、12月とかにその周年を無事に終えてから目撃者もとも思ったんですけど、私個人的に周年より前に目撃者で、そのやっぱり公演がやっぱり自分的には劇場で、はい、復帰したかったのでって思ったんですけど、やっぱりその復帰の日程もねちょっと急遽変わったりとかして、そうなんですよね、で復帰するその目撃者の初日が11月18日だったんですけど、自分のなんですけど、その1週間前ぐらいからやっぱり12周年のリハーサルとかも入ってきて、12周年はやったことある曲が多かったから、隕石の確率とかだから目撃者の方に集中できると思ってたんですけど、思った以上に12周年が手強くて、そう手強くてめちゃくちゃ、なんだろうな、やっぱりこうメンバーとかも違うし、振りとかもちょっとねいじったりしたんですよ、その曲のつなぎとかあるから、アウトロちょっといつもと違う踊りしたりとかしてたから、12周年のリハが結構もう2日間はもう12周年のね、そのリハって言ってもさ完璧にしていかなきゃいけないから、完璧にというかそのちゃんと振りを覚えて、そうだし、その今回の12周年がなんか恋愛禁止条例の楽曲2曲もやったんですよそのマルキューと君に会うたび恋をする、私あと何初めてやったかな、でも心の端のソファーユニットでやったのも私チーム H じゃなかったから、その例えばメンバーの生誕で 2,3 回しか他のポジションやってないから、まあ、心の端のソファーも初めてちゃんと覚えて、あと何かな、これ一緒やったことあるし、何覚えたんだろう、あと あとあれだ、あれです、あれやってない曲なんだ、何があった、なんだっけ、何がありましたで頭から考えると、あまず、まあ、パイオニアやったことないというか、まあ、目撃者で同時進行で覚えてたけど、12周年公演のパイオニアのあのワンハーフのパイオニア と、目撃者の自分の初めてやる時のパイオニア、ポジションは一緒なんですけど、あの花道の位置とかが違ったんですよ、とかイントロ12周年は1列なんか最初この1列っていう1列の並びも普段の目撃者と違う並びなんですよ、わかります言ってることそうあと5分、え時間ない、そうなんか12周年の1曲目のパイオニアと普段の H 公演のパイオニアの位置が全然違って、ああ見えて、そうデベソがあったから、だからもうどっちだったっけみたいな、リハでやったけどステージで初めてやるのは12周年じゃない方の通常のパイオニアをしないといけなくて、みたいなってずっと分かります、そうあの12周年用のパイオニアを先に入れて、なんかそのちゃんとリハでしたから、もうどっちかどっちか分かんなくなっちゃって、もう本当にそう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 なんですよ、でそうあと17枚目のシングル、そう自分のそのあれですね、あの18日のさ、その目撃者の初日の本当に直前に「あの待ち上がれ」
の17枚目のカップリングですね、タイプ A の待ち上がれのレコーディングとかその準備とかフリルとかも入ってきてあれ私目撃者、あれ目撃者の初日じゃんって思っちゃって本当にその期間は本当になんか記憶がないです。本当に毎日も毎日フリフリばっかり見てましたね、久しぶりに。はい、本当に、はい、本当になんかもう目撃者の初日は本当にちょっともう本当に情けないぐらいボロボロだったんですし、よくこれで立とうと思ったなとか思われてたからどうしようと思ったんですけど、あの次の日までにちょっとなんとか修正して、はい、どうにか修正して、はい、でそれ終わってもう2日目その自分にとって2回目の目撃者の夜にモームスさんのライブに来ました。だから1日目はもう久しぶりの公演で緊張して、あともう本当に緊張して本当に本当に右と左分かんなくなったんですよ。だからこうマイクをさ本当は持ち替えてこうしないといけないのにこのままやっちゃってあれみたいな、本当になんかこうなんか本当にステージってそういう魔物がいるって言われてるんですけど、本当に本当に右と左分かんなくなってそうなんですよ。私さ摩天楼摩天摩天待って待って摩天楼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 そう摩天楼いつも間違えるんですよ。摩天楼って言ったらえ摩天楼だよって言われて、摩天楼であのなんだっけチェレレレレレ摩天こうつかもうとしてうふふブロードウェイのってなるってなってるちょっとカラオケ配信じゃないのでちょっと歌ったらあれちょっとダメって言われるかもしれないですけど、破天荒じゃないダメですよそんなこと言ったら、あんなにいい曲摩天楼そうなんですよ、やめてくなんかそのなんかそうでなんか普通にシンプルにも本当に緊張して、てか本当に人生で一番緊張したそうなえ59分、あと1分何話そうかな、とにかく12周年本当にありがとうございました。なんとかその目撃者の初日を迎えまして、ちょっとあの悔いが残る初日だったんですけど、2回目3回目となんとかちょっとね、はい、あのはい、今月の生誕祭頑張りますので皆さんよろしくお願いします。おやすみなさーいすぐ終わろう、終わっちゃう、バイバイ、スクショタイム。終わってない、まだ。あれ？1分って長いんですね。